キルペリク一世は、メロビング町、フランク王、クロタール一世の抜士、ソワソンの王、クロタールと王妃アレグンドの間に生まれる。561年、コンペーニュ近郊、キュイズで、クロタールが没し、ソワソンで葬儀が終わるとすぐに、キルペリクは、宮廷のあったブレーヌに向けて出発し、父の蓄えた財宝を没収し、ブレーヌの近隣に住む獣子の狩猟たちに分け与えた。 王国の戦士たちは、キルペリクを王の称号で呼び、キルペリクは、パリを占領したが、他の兄弟三人と妥協して、くじ引きで王国を分割、統治することにした。キルペリクは、父の領地であったソワソンを領有する。567年、年長の兄カリベルトが死ぬと、パリの三分の一トリモージュ、カオール、ボルドー、ベアルン、ビゴールの都市とピレネーイ地方を相続した。 同じ年に西郷東渡名ギルドの娘ガルスビントと結婚。ところが、その翌年にガルスビントはキルペリークの指図を受けた腹心によって寝室で考察される。ガルスビントの妹ブルンヒルドと結婚していたキルペリークの兄、シギベルト一世はフランク人の習慣通り、地の復讐を求めたが、もう一人の兄軍トラムが仲裁に入った。そこで大民会が開かれ。 サリカ法により、ディモージュ、カオール、ボルドー、ベアルン、ビゴールをアウストラシア王妃、つまりブルンヒルドの所有とすることとされる。この決定に不服であったキルペリクは573年になってアウストラシア領であるトゥールとポワティエに息子クロービスの軍隊を侵攻させた。2年にわたるフランク王国の内戦はキルペリクの資格によって シギベルトが暗殺されるまで続いた。なおもアウストラシアを狙い続けていたキルペリクであったが、584年9月の、ある夕方に狩猟から帰ったところを死角に殺された。下手人は、自重のエベレル,ルフと宣言され、その所領は没収された。ありがとうございます。